カイオワ軍はアメリカ合衆国コロラド州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1398人であり、2000年の1622人から13.8%減少した。軍庁所在地はイーズであり、同軍で人口最大の町でもある。軍名はカイオワ族インディアンにちなんで名付けられた。 コロラド州が州に昇格する10年以上前、さらにカイオワ軍が設立される時からははるか前である1864年11月29日、サンドクリークでインディアンの老人、女子供の集団に対する虐殺が起こった。この事件は当初敵対的インディアンに対するコロラド、戦争での勝利として歓迎されたが、数ヶ月のうちに連邦議会の審問によって真実が暴かれ、 全国的なスキャンダルとなった。この事件は、現在のカイオワ軍の中で起きており、サンドクリークの虐殺と呼ばれている。当時のコロライド巡州知事ジョン・エヴァンスは事件に関わったことで解任され、アメリカ軍を指揮していたジョン・チビントン大佐は、アメリカ合衆国議会によって問責され、残りの人生もこの終分がついて回ることになった。エヴァンスは、初期のデンバーの街の建設に、 かなり重要な役割を果たすことになり、チビントンもいくらかは貢献したが、エヴァンスが今日でも評価されているのに対し、チビントンの評判は酷評されたままである。2005年、アメリカ合衆国国立公園局が事件現場の土地を取得して、サンドクリークの虐殺国立歴史史跡を指定することになったが、現在も公園、その現場と認められているところに名番が一つある。 霧だが、この石の名板も間違った場所にあるとされている。1880年代後半、コロラド州東部は農業を志す、者たち多くの関心を集めたが、まだこの乾燥した地帯で長期の農業が持続できると考えてはいなかった。鉄道は、平原の西部を進み、コロラドゴールドラッシュの間に、ロッキー山脈の近郊原を目指していた。 1887年、ミズーリーパシフィック鉄道が、カンザス州から、その後、カイオワ軍となる場所に入ってきた。軍が設立された後、1898年のカイオワ軍、鉄道が中央を東西に走っている。鉄道建設労働者のため、いくつかの小さなキャンプが、カンザス州との宗教に設定され、シェリダンレイクの町ができた後、鉄道線に沿った新しい町とキャンプは、 頭文字の A から始まって、西に向かうにつれて、アルファベット順に名前が付けられていった。アーデン、ブランドン、チビントン、ディストン、イーズ、ファーガス、ガラテア、ハスウェル、インマン、ジョリエット、キルバーンと名付けられたキャンプが次から次に現れ、そのいくつかは町に発展し、また他の場所は開発者の目には儚い夢に映った。チビントンは、 鉄道の主要な給水所とすることが目され、60室1万ドルのクラウンジュエルホテルが建設された。しかし、水のアルカリ性が強くて使えず、列車はカンザス州内で補給されることになった。ホテルは間もなく解体され、その建材はコロラド州の別の場所に運ばれて、別の施設に使われた。このようなことは19世紀後半のコロラド州で、 にわかにブームを呼んだ街がすぐに廃れていくときによく起こっていたことだった。カイオワ軍は1889年に設立され、軍名はヨーロッパ人が地域に入ってくる以前にコロラド州東部に住んでいたカイオワ族インディアンにちなんで名付けられた。軍庁所在地はシェリダンレークに設定されたが、当初鉄道の停車駅ではなかった。地元住人が 鉄道駅を建設して、ミズーリーパシフィック鉄道に移管し、さらに電報局が建設された後で、シェリダンレークは停車駅になった。軍庁所在地は1902年にイーズに移された。1903年にイーズに建設された、カイオワ軍庁舎コロライド州東部の農業は1930年代にダストボールが発生して壊滅的な打撃を受け、今日では大半が、 乾燥農業といくらかの牧畜業が残っている。コロラド州のフロント山脈沿いの諸都市と上流側の農地が地域内利水圏の大半を取得し、地下水路は干上がっている。カヨワ軍は水資源の枯渇と経済的衰退に直面している。軍内の土地の大半を1880年代以前の草原とプレーリーに戻す案が検討されている。今日、 昔の鉄道線に沿ったイーズの町だけが、そこそこの町としての形態を止めている。イーズは、軍庁所在地として、残っている農地や、牧場のために機能し、軍内では、最大の高校が運営されている。シェリダンレークには、中高一貫教育校があり、その他にいくらか町らしいのは、タウナー、アーリントン、ブランドン、チビントン及びハスウェルだけである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は千七百八十五点七六平方マイルであり、このうち陸地は千七百七十点九九平方マイル、水域は十四点七六平方マイルで、水域率は零点八三パーセントである。以下は二千年の国勢調査による人口統計データである。軍内人口の6%以上がクエーカー・京都であり、 軍内最大の信徒数を持つ宗派になっている。ありがとうございます。